一回落ちる。
を身につけてください。左ハンドスライド出ますか。はい、ということで、予備検査場、テスター屋さんにね、行ってきました。ここまで、来るのにね、無事、来れたんですけど、途中、マフラーからね、白煙がちょっと上がったんですけど、ちょっとね、しばらく動かしてなかったせいもあるんかな、っていうふうな感じですね。はい。で、予備検査場の、結果はというと、ウォッシャー液の、片方がね、ちょっと全然違う方向に飛んどったということと、あと、ナンバー灯ですね。はい、ナンバー灯の片方が、切れとるということです。その他は特になかったんですけど、リアのブレーキの時に、制動力ですね、前輪の方にね、タイヤ止めした方が、力が逃げずにね、しっかりかかるからいいよって言われました。あとは何ですかね、下回りも特に言われたことはないんで、多分大丈夫だと思います。はい。ヘッドライトの光量ですね、ロングビームの方はやっぱ若干ちょっと光量が低くて、ハイビームで、合わせてもらった方がいいよっていうことでした。もしね、ハイビームで合わせるときは、これをね、ロービームの方に貼り付けてやったらいいよということでいただきました。はい。というような感じで、無事予備検査場の、検査が、終わったということで、今からね、安全運転でまたね、自宅の方に帰りたいと思います。で、また戻ったらね、バック駐車で頑張ってみたいと思います。ということで、今回のね、動画は以上になります。入れるこれ。一番難関やな。いいよ。